も健康報告が去年も出たんですけども、本人から誰かと結婚するのは報告されておりません。破局報道も出たんですけども、今回ね、旅行にお出かけになったということですから、逆に言うとは、ね、事実婚的なもの。そうですね、もう本当に一緒に生活しているようで、はい、本当にあの実際もう夫婦のような感じですね。だから逆に言うと、いつ結婚してもいいし、そうですね、しないかもしれないし、そうですね、まあ、このままの状態がいいという判断もあるでしょうし、はい、まあ、するんではないかという状況もあります。さあ